金子光晴、マンキー。若葉は、猿とは言わないで、片言で、マンキーと言う。困ったことに、それは若葉のパパが、学校で、英語を教えている習慣からだ。若葉よ、君が、成人の娘となる頃の、日本はどうなっているのだろう。 まだその頃も、マンキーのように、西洋の身振り手真似をしていようか。それよりもっと肝心なことは、若葉が幸せでいるだろうか。パパにも、ママにも明かせないで、心配なことがあるのではないか。若葉が泣く声を聞きつけても、 もうその時はこの老人があやしてやることができないしゃがんで尻をかいたり頭に手をのせてマンキー歩きを見せてやることもできない